世界地図はいろいろ問題があるので、今回から無視だ。技術不足ですまん。そして、本日解説するのはユルテルスクスだ。和名はグソクセゴーラとなっている。分類は何だろうか。爬虫類は確定としてそこから、後がわからんが。分類は、爬虫行進竜目ギュルテルスクスか、ギュルテルスクス属ギュルテルスクス種だ。トルゴスサウルス属と、近縁とされており、背中の甲羅も、板の代わりに発達したものと見られる。この甲羅は古くから、薬効があるとされており、近年、法律で密漁を禁じられるまで、乱獲されていた。ん？こいつ肉食なの？人が勝てるサイズなのか。大きさを比較するとこれくらいだ。頑張れば何とかなりそうなサイズだな。昔は穴を掘り中に肉を置き、匂いに釣られてきたところをひっくり返して、滅多刺しにしていたそうだ。甲羅は薬として、肉は食用。甲羅以外の鱗も頑丈なため、鎧にと全身余すことなく使われた。解説終わり。